こんばんは、金八テレビの時間です。今日は先週に引き続いて山本勘助をテーマにした講演会の録画を配信いたします。先週は、いや先々週ですか、は東三河の山本勘助家というテーマの講演でしたが、今日は山本勘助そのものについての講演です。山本勘助といえば、広く一般には武田信玄の下で大変な活躍をした非常に地位も高い武将というふうに、伝えられているわけですが、実はこの説は非常に曖昧なところがあったそうで、明治の初めに西洋から歴史学の研究手法という新しい手法が伝わってきたときに、それまでの歴史というものはただ人の語り継がれてきたものを文献にしたもので、科学的な根拠がないということでかなり否定をされたそうなんです。そして新しい西洋の手法で歴史学というものを研究していったときに、山本勘助という人は本当にいたんだろうかという説さえも出てきた。しかし、まあ実在したことは確かだけども、下級の武士で取りに足れない、そんな話題になるような人ではなかったというような説が、著名な歴史学の権威によって、打ち出されて、まあ、これが偉い人が言ったことですから、かなりそのことが学会では強く支持をされていたようなんです。それが現在最近にまで至っていたということは私も全く知りませんでしたが、しかし、今回マシモケ文書というマシモケというところに所蔵されていた文書が発見されて、それを紐解いていくと、やはり山本勘助は昔からの言い伝え通りかなり地位も高い、活躍もかなりした人物であったということが、その文書によって発見されたと。ということは、明治の初めに打ち出されていた、当時の歴史の権威による説は否定されたわけなんです。まあ、ある意味では山本勘助もここで名誉が完全に挽回されたということが言えると思います。その辺を実際の文書を見ながら、山梨県立博物館の学芸員であります海老沼という先生が、自らこの文書を解読した先生自らの説明を聞くことができます。こんな講座はおそらくどこの大学の歴史学専攻でもそう簡単には聞くことができない内容だと思います。1時間20分ほどに及びます長い講座ですが、ぜひこの機会にこの講座を聞いてみてください。では、本題に入ります。マシモケ文書と武田信玄と題しまして、講師は山梨県立博物館学芸員海老沼慎二先生でございます。先生は1978年神奈川県でお生まれになり、立正大学大学院文学研究科私学専攻修士課程を修了され、現在山梨県立博物館学芸員として勤務されています。主な論文として2009年群馬県安中市マシモケの文書の紹介と若干の考察、武田氏山本氏関係文書、著書は2013年山本勘助の実相を探るなどとあります。それでは海老沼先生、よろしくお願いいたします。こんにちは。今ご紹介に預かりました山梨県立博物館から参りました海老沼と申します。本日はこの東三河戦国史愛好会の、100回という、記念すべき、会に、講師としてお招きいただきまして、
私のようなものが果たしてこのような場にふさわしいかどうかちょっと心もとないところではありますけれども、私が勤務している山梨県立博物館で、やはり武田氏に関わるいろんな古文書を、調査していく中で、もう 5,6 年前になるんですかね、この山本勘助についての、新たな古文書というのが、出てきたということで、ちょっと私は山梨に今勤めておりますので、ちょっと三河に関することというのはなかなかちょっとお話はできないですけれども、新しく出てきた古文書の中でですね、武田信玄に仕えていた頃の山本勘助の、姿、働きぶりっていうのが、いろいろなところで分かるようになってきたということで、主にその甲斐信濃という、武田氏の中心的な、お国で、活動していた、勘助の姿を、皆様に、ご紹介、したいということで、山本勘助の真下家紋と、武田信玄ということで、信玄との、関わりの中で、お話をさせていただきたいというふうに思います。では、一応プリントもお配りしているかと思いますけれども、こちらの方に、同じようなことを書いた映像というか ただの文字ですけれども、流れますので、それもこちらの方も合わせてご覧いただければと思います。で、まずそのこれまで山本勘助という人物がどんな人として、我々の中で、理解されてきたかということを、簡単にですね、その研究の歴史というようなものを簡単に、ご説明したいと思います。で、こういう新しい古文書が出てくる前までの山本勘助についての一般的な、極めて一般的なイメージ、山本勘助像というとどういうものがあるかというと、これは甲陽軍鑑という、武田氏の歴史 などを書いた書物に、こういったことが書かれておりまして、これはおおよそ皆さんのよく知るところの勘助の人物像ということになるかと思います。三河の国牛久保の出身であることで、若い時に全国を武者修行したと。で、その後、駿河で、仕官しようと思ったけど、召し抱えられずに、結局、武田信玄に召し抱えられることになったと。で、信玄が出家した時に勘助も出家をして、同期という、法号を称した。そして、川中島の合戦で、討ち死にをしたというようなことなどが、勘助といえばこういう人物だという時に、よくよく語られることだろうと思います。で、これは甲陽軍鑑というのは江戸時代の初め頃に刊行された、書物ですけれども、江戸時代の、人々の間ではこれは、特に、疑われることもなく、そういうものなんだということで、語られてきた内容ということになります。ところが、その後ですね、明治時代になると、近代的な学問というものが、導入、主に西洋の学問ということで導入されて、歴史学についてもですね、主にドイツという、国の、実証主義という、難しい言葉を省きますけれども、ドイツ流の、学問としての歴史が導入されて、その学問においてですね、今までその使ってきた歴史的な書物とか資料、そういったものがこれは本当に正しいのかということを学問的に検証しようという、そういうまず作業が明治の初め頃に行われました。で、その勘助が、の働きがほとんど唯一と言っていいほど載っていた甲陽軍鑑についてもそういう検証がされました。で、その検証した先生がですね、明治時代の田中義成博士という東京大学の、早々期の歴史学の先生で、この人が、言ってみ簡単に言ってしまうと甲陽軍鑑はあまり当てにならんというようなことを、この甲陽軍鑑考というご論文で、発表されたんですけれども、そこで山本勘助についてもちょっとほんのちょっとですけど、書いております。それがこの一節です。で、山本勘助は山形正景の一部卒に過ぎず、しかして本書極めてこれを推存し、春信の軍師となすは、けだし甲斐寒山荘の
木に居ずということを書いてます。これだけなんです、勘助については。他は紅葉軍艦がここがダメあそこがダメっていうのを書いてるんですけれども、紅葉軍艦では要は勘助を軍師のような存在だというふうに扱ったんだけども、勘助はそんな人物じゃねえよということを言っています。で、山形正景という信玄の、有力な家臣の家来の一人に過ぎないということですね。その程度の身分のものでしかないということを、田中博士は言っています。ただここで注意していただきたいのは、米印で書いてありますけれども、田中博士自体はですね、勘助はその昨今まで言われていた実在したかしないかというようなことはそんなことは言ってないというですね、身分の低い人物だったということだけおっしゃって、その存在そのものを否定するというまでには至ってなかったということです。で、じゃあなんでこんな 今のようなその存在したかしないかみたいな議論が行われるようになったのかといいますと、どうもその調べていくと、その下にある、奥野孝博博士、まあ、これも大変有名な先生なんですけども、この先生が、まあ、武田信玄という本を、1959年に出された。この時にですね、その中の、まあ、川中島の戦いの中で、に触れられてるんですけども、勘助については弁護説もあるが伝説の人物と見るべきであるというようなことを、おそらくまあ最初なんじゃないかなと思われるんですけれども、ここでまあ勘助は実在しなかったんだという見解が、現れまして、以後まあこういう歴史学を、まあ、学問として大学で研究するようなそういう人たちの間ではまあこの説がまあおおむね認められていたということになって、まあ、それ以降おそらく勘助がそのあまり実在しなかったんじゃないかという見方が強まったというふうに考えられます。でただ、先ほど鈴木先生のお話でもありました通り、その後間もなくですね10年後ですね、大きな発見がありました。これが北海道で発見された、市川家文書というもので、この中で山本勘助の名前が、記されていたという、まあ、ビッグニュースだったというふうに聞いております。ここの中この古文書の中では信玄の使者として活動する山本勘助の姿が確認されます。でこの古文書に出てきた名前は今お示ししましたこの、まあ、一般的に知られている勘助とは違うですね、まあ、菅さん官房長官 のお名前ですね、と同じ字、まあ、菅という字が用いられてますけれども、ともかく山本勘助という人物が、存在したんだと、信玄の家臣として存在したんだということは、分かったと。ただ、この時見つかった古文書はですね、勘助の名前が出てきた古文書はこの一通だけで、じゃあ、実際にいたということは分かったんですけれども、じゃあ私たちがよく今までよく知っていたこちらの山本勘助とじゃあ果たして同じ人物なのかと、名前字が違うから違う人物の可能性もあるんじゃないか、あるいはこの勘助というのはどういう人物の地位の人物だったんだろうかっていうようなことが、やはり一通の古文書からだけではなかなか読み取ることができなかったと、いうことで、まあなお不明な点が、残ったということが、この段階でありました。でその後、まあ、40年ぐらい近くにわたってその勘助についての、新しい古文書というのが、見られなかったんですけれども、まあ2008年ですね、6年ほど前に、群馬県でですね、見つかったのが、山本勘助に対して出した信玄、まあ、若い時のお名前で春信の、書状などが、発見されたと。でこれは、その群馬県の安中市にあるお宅真下家というお宅で発見されたということで、まあ、最初の頃はですね最初のタイトルにありましたとおり真下家文書と呼んでたりしたんですけれども、これは、真下家に代々伝わったものというわけではなくないようだと、
いうことがだんだん分かってきまして、今ではマシモ家所蔵文書というふうに私どもでは言っております。で、まあ現在のところですね、その5通に加えて、3通追加で確認されまして、山本勘助とその子孫についての古文書が計8通、確認されたという、ことになっております。そして、2009年から10年にかけてですね、この山本勘助の古文書がもともと誰が持ってたのかっていうのがやはり問題になったんですけれども、その持ってた、もともと持ってた、人お宅というのが分かりまして、それが静岡県の沼津市にあるお宅、これは今も山本さんというお宅なんですけれども、ここでまだ持っている古文書がたくさんありまして、私どもでは、まあ山本さんといってもたくさんこちらにもいらっしゃいますので、まあ、沼津山本家文書というふうに私どもの方では呼んでいる古文書が見つかりました。で、真下家所蔵文書のその山本勘助についての古文書っていうのは、もともとは、下の沼津山本家に、伝わっていた文書、まあちょっとある時期に、亡くなったというか流出してしまったということがあったようで、今ではちょっと分かれてますけれども、もともとは、この2つのお家の古文書は、1つの家に残された古文書だったと。その1つの家っていうのが、ここにあります、まあ、武田信玄に仕えていた山本勘助という人物と、まあ、その後継者たちに継承された、まあ、一応ここでは山本勘助家と、勘の字は古文書に出てくる勘の字を使いますけれども、山本勘助家というところに伝わった、古文書だろうと、いうことになります。で、重要なのがですね、今までいたかいないかも定かではないみたいな扱われ方をしていた山本勘助についての古文書が、一気に、これだけの量が見つかったということで、これは武田の家臣の、家の古文書としても、まあ屈指の規模になったということで、今までもう雲をつかむような、存在だった山本勘助について、まあ、非常に信玄の家臣としての姿というものが見えるようになってきたということが非常に大きな意義があるところじゃないかなというふうに考えています。で、今まで言いました通り、新しく発見された資料、あるいは市川家文書に出てくる名前ですね、勘助の名前は全てこちらにあります勘助と菅という字が使われております。じゃあ先ほど言ったその江戸時代じゃなくて、こちらの下にあります今まで一般的に使われていた勘助と、同じ人なのかどうかという問題ありますけれども、ちょっと今回これそこについてはあまり詳しくはお話しできないんですけれども、どうも江戸時代初めには少なくとも同じ人物だというふうに考えられていたという形跡がありますので、おそらく同じ人物のことを言っているんだろうと考えて良さそうだということが、分かってきております。ということで、次からはですね、新しい古文書にどんなことが書かれていたのかということをですね、一つ一つ、見ていきたいと思います。一番目に出てくるのは天文17年1548年の古文書でございます。で、古文書の写真はですね、一番最後のページにですね、白黒ですけれども、載っております。で、まず最初に取り上げるのは、右の上の方の、古文書ですね、こちらを、取り上げて、ご紹介したいと思います。で、ちょっと実際のカラーの写真はこんな感じになりますけれども、まず、一番右側に、信玄の、サイン、まあ、この時はまだ晴信と言ってましたけれども、信玄のサインが、据えられていて、そして、文章が始まっています。ちょっと抜粋して書きますと、この度、まあ、伊那郡において、
中心比類なき次第に候と。でこれによって黒駒の関線のうち百貫も居出しおくべきものないということで、文書が書かれておりまして、年代が天文17年の宇月、まあ、4月ですね。で宛先一番左が、山本勘助殿というふうに書かれている古文書が、これが下渓谷から見つかった古文書のうちの一つということになります。まあ、一番古い勘助について書かれる、あの勘助に出された下渓谷にある古文書の中で一番古いものになります。じゃあこれはどういう意味を持っているのかという、まあ、ちょっとその前にですね、その古文書に行く前に、実はですねこの古文書は新発見だというふうに言いましたけれども、実は内容はですね割と古くから知られていまして、こちらはその沼津の山本さんのお宅に、残っていた先ほどのこちらの古文書を、まあ、写したもの、書き写したものがこれです。で、顔もあるし書いてる内容はみんな一致してます。まあ、ただ、写しといっても、まあ、だいぶそのこの古文書と比べると、まあ、だいぶ、まあ、粗雑な感じになってしまっていまして、まあ、これを見てもですねやはり我々のような古文書を研究する人が見ますと、これをポーンと見させこれだけを見させられても、ちょっとこの古文書は本物かどうか疑わしいなという目をどうしても持ってしまうんですね。最初にこの古文書が出てきたら、ああいいじゃんということなんですけれども、ちょっと この古文書が出るとそうもいかなくなって、ちょっと本当にいいかどうかはちょっと分かんないよねというような、扱い方になってしまいまして、実は100年ぐらい前からこれ知られてたんです、この写しは。ですけれどもあまり日の目を見ることが実はなく、過ごしてしまったということで、もっとちゃんとした目で、見ていれば、この古文書も内容的には申し分ないものだったということが言えたんだろうと思います。まあ、良質の資料とは今まで認められなかったということです。ちょっと余談になりましたけれども、じゃあ内容の方に行きますと、先ほど見ていただいたように、稲郡において、とてもいい働きをしたと、中心比類なしというような働きをしたと書かれていました。でこの時その稲郡でどういう働きをする必要が勘助にあったかということをお話ししたいと思いますけれども、天文17年という年は、武田氏にとって、まあ、大変な年でありまして、まず一番上にありますように2月14日に上田原の合戦という、まあ、信州の方で大きな合戦がありまして、ここで、村上義清という信州の一大勢力と合戦をしまして、まあこっぴどく負けるという負け戦を経験します。これが、まあ、信玄のにとって初の負け戦だったというふうにも言われてますけれども、ただ負け戦で終わっただけではなくて、書いてあります通り、信玄当時の信玄にとって、もう本当に 両腕とも、言える存在であった重臣の板垣信方、甘利虎安といった、家臣が討ち死にで、信玄自身もこの時怪我を負ったというほどの、激しい戦、そして、まあ手ひどい敗戦を喫したと。ただ、その負け戦が、その上田原という信州の上田の方ですね、上田で負けたというだけの話だけにはとどまらずに、この負け戦がもう信玄が今まで、順調に広めてきた、信州における、領土全体の危機に、陥るということにまで発展していたということになります。で実際にこの敗戦の影響は、稲郡ですね、信州の稲郡にも及んでいたようで、反武田勢力、というのが、次々に、出てきて、反乱を起こそうという動きが活発になってきたという時期にあったと
そういった時期に、勘助がですね、2月14日の敗戦から間もなく4月には、何らかの、伊那郡における仕事を果たして、信玄から忠臣比類なしと、お前の働きは見事だというような、お褒めの言葉を預かるぐらいの、働きぶりを残したということになります。で、実際にどういう働きをしたのかというのは、先ほどの簡単な言葉だけではですね、見えてこないんですけれども、まあ、こういう状況を察するに、まあ、伊那郡数少なく当時、武田氏が確保していた信州の領地の一つである伊那郡をですね、まず、確保すると、そのために、反武田勢力なんかに目を光らせることと場合によってはすぐに信玄に報告をするというようなことが求められていたんじゃなかろうかというふうに思われます。で、結果ですね、勘助の働きがあってか、結果武田氏は、まあ、反転攻勢に成功しまして、まあ、7月ぐらいには、再び、信濃の守護の小笠原氏を、破るというような、勢力の盛り返し挽回を成し遂げたということで、まあ、言ってみれば勘助の働きが以下によってはですね、この時武田氏は、まあ、信濃が、そっくり、自分の手から離れてしまうという可能性すらあったということで、その働きに勘助の働きはまさに、忠臣比類なき次第というにふさわしいものだったんじゃないかというふうに考えております。で、この時ですね、恩賞として銭100貫文を与えるということが先ほどの古文書で出てまいりました。で、これはですね、天文17年といいますと、おそらく勘助が武田氏に仕えてから、そんなに、時間が経ってない時期の、ものということで、100貫文というのはかなりまとまった額になりますので、おそらくこの時に初めて本格的に武田氏から、まあ、稚魚をいただいたと、まあ正式に家臣として、まあお給金をいただくようになったということが、伺われるのではないかと思われます。そして、この時はですね、銭100貫ということで、まあ、普通の侍ですと、よくやったというと、まあ、当時は土地を与えられたりしますけども、ここでは、まあ、現金ですね、キャッシュを与えられたということで、まあ、その意味はいろいろあろうかと思いますけれども、まずすぐに次の戦の支度をするという意味合いもあったかと思います。で、さらに、当時の戦国時代の慣行として簡単にですね、土地を与えるというのはよっぽどの、人物、よっぽどの働きに対してでない限りは行わなかったという慣例がどうもあったみたいです。で、特に勘助については、やはり三河の浪人というまず召し抱えた時の、身分がありました。他国の出身者だったと。で、浪人者だったということで、特にこういった人物に対してはすぐに土地を与えちゃいけないという慣例がどうもあったようです。まあ、そういうことも踏まえてこの時与えられたのは銭100貫、まあ100貫というと相当な当時としては額になりますので、一度に与えられる恩賞としては、まあ、破格の恩賞といっても差し支えないかと思います。まあ、土地ではなかったとはいえ、勘助の働きに対する、恩賞というのは、莫大なものがあったということは言って差し支えないかと思います。その100貫ももらったのはその場で限りのものだったかどうかということが、次の問題になります。要は天文17年に働きをしてよくやった、はい、恩賞、まあ、言ってみればボーナス程度のものだったのか、あるいはそれが毎年毎年もらえる、まあ、サラリーみたいなものだったのか、それが問題になりますけれども、その問題を、まあ、解く上で次のこの古文書をご覧いただきたいと思いますけれども、これはちょっとプリントの方には写真がないんですけれども、これは真下家から本当につい最近、ここ1年ぐらいの間に再発見されたものでして、おそらく武田氏が出したものだろうということで、
考えておりますけれども、どういう内容が書かれているかといいますと、まず最初に80関門と書いてあります。80関門愛私もうし候で、残りて20関門は、やがてマイナスべく候というふうにちょっとぐにゃぐにゃとした字が書かれておりまして、出された年はあれ、あ、出てこないか、ちょっと年が書くのを忘れてしまいましたけども、天文18年、先ほどの古文書の1年後ということですね。天文18年の6月に、この古文書は山本勘助に出されたと。一番左には山本勘助殿という字が、宛先が書かれております。で、この古文書は、今言ったように天文18年に出されたもので、勘助に対して、まず80関門をあげますよと、支払いますよと。で、20関門については、後日、まだ整わなかったんでしょうか、この時点では後日支給しますよということが言われてまして、合計するとちょうど100巻ということになります。ですので、一番最初の古文書に出てきた、恩賞の100巻門というものは、17年限り、その時限りのものではなくて、毎年支給される、武田家臣として勘助が受け取る、お給金、毎年のお給金として、与えられたものだろうというふうに考えております。ですので、これは後にもっと年代が下ればですね、働きを重ねれば、銭ではなくて土地を与えられるということになろうかと思います。こういう経過でですね、おそらく勘助は武田の家臣として正式に、定着していたと。ただの浪人者が厄介になっているという段階ではなくて、家臣として正式に認められて武田の中に定着していったというふうに考えられます。で、6月というのはですね、富士山、世界遺産に専念になりましたけれども、富士山、当時、今は7月ですけれども、当時の旧暦では6月から登り始めるということになってまして、で、6月から登り始めると黒駒というのはですね、富士山の近くにある場所で、富士山、おそらく富士山へ登りに行く人が増えるから、黒駒という場所に関所を置いて通行料を取ると、ガッポガッポ収入が得られると。で、その収入を勘助さんにあげましょうということになっていたんだろうということにが考えられております。そして、次の勘助の、活躍、働きが確認されるのが、川中島合戦、5回あった川中島合戦のうち第3回目の合戦においてになります。で、ここではですね、真下家文書から、離れて、市川家文書、最初に勘助の名前が出てきた市川家文書がまず、取り上げられるところになります。6月23日付の武田晴信書状というのがありました。で、この第3次川中島の合戦はですね、1557年弘治3年に勃発したもので、上杉謙信が飯山とか信州の北の方ですね、で、戦を展開して、窮地に陥った市川氏という人物が、信玄に援軍を求めたということがありました。その中の古文書がこの6月23日付の勘助が登場する古文書ということになります。で、その古文書がこちらの写真になりますけれども、ちょっと長い古文書ですが、簡単にかいつまんで言いますと、まず長尾景虎という名前が出てきまして、景虎が、あれちょっとおかしいですね、攻めてきたけれども、市川さんが備えを固めてくれたと、備え堅固にしてくれたおかげで、影虎は、何もすることなく飯山へ撤退したと。そして、中の筋五詰めの儀、これは、市川氏に対する武田からの援軍ということです。五詰めというのは援軍のことは、倉賀野とか塩田とかから兵をかき集めて準備していたんだけれども、真田とかから準備をしていたんですが、援軍を派遣する前に
すでに敵が退散してしまったと、撤退してしまったと、ただ要は市川氏の目から見たら援軍が来なかったということです。要は援軍が来なかったという、結果的には来なかったということなんですけれども、準備はしてたんだよということで、無守備にはあるべからずと、何もしなかったわけじゃないねということを言ってます。で、その諸々の事情をですね説明させるために、手紙の最後になお山本勘助工場あるべく候という、勘助を派遣して、勘助の口から説明させますということを言って手紙を締めているということになります。信玄春信の顔を追って、市川氏の当時の当主で、藤若という、おそらく子供の名前ですので、まだ元服するかしないかぐらいの若い当主だったんだろうと思いますけれども、こういう手紙が出されたということになります。で、じゃあこの時勘助はどういう働きをしたのかと言いますと、今見ていったように武田の援軍が間に合わなかったということをまず、謝っただろうということになります。で、ただ謝っただけじゃ、済まないと思いますので、今後はもっと早く援軍派遣しますよということを説明する必要があったと思います。で、なんでこの市川氏という、武士のためにここまで武田がするのかというと、市川氏がですね武田方についたのは本当に、ここ1年ぐらいの話ということで、しかも越後と国境を接するような信濃の一番北の、地域を、所領としていた一族だったので、もし武田が何もしてくれないと分かったらもう簡単に上杉についちゃう可能性があったんですね。で、それは武田にとっては非常に困るということで、なんとか市川氏にはこのまま武田の、中にいてほしいということで、かなりですね懸命な説得が必要になったであろうと思われます。ですので勘助の役割というのは、赤字で書きました通り市川氏のその離反をですね、防ぐため上杉につかないでということを、解き伏せるための、重要な交渉だったんだろうということが考えられます。で、そういう重要な交渉をするための使者に選ばれた勘助っていうのは、信玄の使者として、山本勘助殿が来ていただいたんなら間違いなかろうと市川氏も納得できる、もし田中博士が言うような、一部卒だったらおそらく市川氏はなんでこんなやつが来たんだということに なっただろうと思いますけれども、そうではなくて市川氏はその後も武田に付き続けますので、市川氏も、山本勘助殿が言うのならということで納得できる人物だったと、それだけの身分の、確かな人物だったということになるのかと思います。で、さらに、援軍を派遣するところだったんですよとか、今後はそういう手はずを整えますよという武田の 軍事関係のことをですねかなり分かっている人物だったということも、いうことができるんじゃないかというのが、市川家文書の、一つ の重要な、内容ということになります。で、これに関連しましてその、地図が今ありますけれども、市川氏 その所領というのがこの赤いあたりですね。で、この黒い線で、示したのが信州と越後の国境ですので、もう本当に、すぐそこが、越後と、言ってみれば武田につくよりは、上杉についた方が手っ取り早い、ですけれども、そういう懸命な交渉の末市川氏は武田にとどまって、もらったということになります。そして、これに関連してですね、一つ山本勘助についての、働きが出てくる書状があります。これがまた真下家所蔵文書になりますけれども、4月20日付の武田春信の書状と言われているものです。写真を次に挙げますと、こちらになります。この古文書はですね、詳しくはあまり時間もないので、ご説明できませんけれども、おそらく、信玄の、自筆の書状ではないかと。普通の
古文書というのはですね、大体信玄とか偉い大名クラスの人はサインだけするんですね。サインだけ、ちょっとこれだけするんです。これだけするんですけれども、他は書記が書くんですね、本文は。ですけれども、この古文書はもう頭から、お尻まで全てを信玄が筆を取って書いたものというふうに、考えております。で、内容はですね、今、早速出ましたけれども、この下の方に揺れるという字があります。で、これは当時の言葉で、揺らぎとか揺るぎとかいう、言い方をしまして、この一文字で、軍勢を動かすという意味があります。ですので、言ってみれば軍事行動、今風に言えば軍事行動という意味があります。このことに、軍事行動については、つまびらかに長談しなさい、そして、お山田が腫れ物を患っていると。ので、お山田という人物は当主宿老と、甲州武田にとっては、もう一二を争う重臣だったということですね。であるので、様子を見てきてくれと、容体を見届くべしということを勘助に依頼をしているということですね。信玄が、やはり山本勘助に出した、ものということになります。で、これは卯月の20日と書いてありまして、年号が書いてございませんので、いつのものだろうかというのがまず、問題になります。で、いつのものかというのを、考えるのに、一つキーになってくるのが先ほど出てきた小山田という人物です。小山田という人物は誰だろうかと、武田には、ね、何人か小山田を名乗る人がいまして、その中で宿老と呼ぶにふさわしい人物は、当時この二人だろうというふうに考えております。一人は小山田出羽守信有という人物です。この人は、書いてあります通り、郡内、山梨県の鶴郡、大月市とか鶴市とか、その辺りの漁師で、天文21年に亡くなっているということが、分かってますので、で、患っているということであれば、前年ぐらいかなということを私最初考えたんですけれども、実はもう一人、宿老でしかも病気もしているという、人物がいました。小山田備中守虎光という人物です。この二人の小山田氏は名前は小山田ですけれども、血縁関係とかは全くありません。全く別のお家です。で、この備中守虎光という人物は佐久郡の内山城とか、塩田城とかを守る、武将で、永禄元年の、古文書にですね、春以来もってのほかに愛はづらい、今に行歩せざるの手たらくでしたと書いた古文書が実は残っております。で、これを、当てはめると、永禄元年に患っていましたということですので、で、春以来ですから、4月、ちょうどよろしいかと思いますので、文書が、先ほどの文書も永禄元年のものじゃないかということが考えられていて、現在ではこの小山田備中守虎光で永禄元年のものだろうというふうに考えるのが有力になってきています。じゃあ永禄元年という年はどういう年だったかということになりますけれども、小山田虎光とともに考えますと、実はこの年ですね、ちょうど小山田虎光が真田幸綱、真田幸村のおじいさんにあたる、人物で、幸高というふうに一般的には言われてますけれども、この真田幸綱とともに東条城というお城、天飾り城というふうにも言われているんですけれども、このお城をに入って、守れという命令を下されているということで、この頃小山田虎光というのは、この真田幸綱、真田氏とともに北信濃でですね、上杉氏の、戦に備えるということを任されていた、大変重要な役割を担っていた人物だったということが言われております。で、この時にですね、先ほどの古文書を思い返していただきますと、勘助が小山田のところに行けと言われてまして、
さらに見舞いだけではなくて、揺らぎ、軍事行動について商談しなさいと、ですのでおそらくですね、東条城あたりで小山田や真田と会って、で戦上杉対上杉の戦どうするかという、作戦というか、そういうものを、お前たちで相談しっかり相談しなさいよということが、信玄から命じられたということに、なろうと、思われます。まあ、ですので、ここではですね、小山田、真田、こういった、重要な家臣たちとともに勘助も、武田の一軍をですね、少なくとも、東条城周辺ぐらいの武田の一軍を、勘助も、とも、下働き統率されるんではなくて統率する方ですね、軍を統率する方として、登場しているということで、まあ、非常に軍事的に重要な役割をここでも果たしていたんだろうと。でこの姿は先ほど出てきた市川家文書で出てきた勘助の姿とも、まあ、おそらく合致するだろうというふうに考えております。でここで先ほどの地図にもう一回いきますけれども、東条城っていうのがどこにあるかといいますと、一番この地図の下の方ですね、 ここです、すぐ隣に八幡原とありまして、ここが有名な、第4回目の川中島の合戦が行われたところです。ですので、当時の武田氏の勢力圏としては、まあ、市川氏はここにはいますけれども、武田の本体がいるような勢力圏としては一番北になって、上杉と対峙をするという、まあ、本当に武田の、戦場の最前線に立つというような場所に勘助がいた可能性が高いということになります。そして、そういった流れでいくとですね、勘助が死んだと言われている第4回目の川中島の合戦、まあ、ここで勘助が、戦に参戦するというのは、まあ、至極まっとうな流れということになろうかと思います。ただ真下家所蔵文書ですとか沼津の山本家の古文書なんかではですね、この時山本勘助が、まあ、死んだと、第4回目の合戦で死んだというのは由緒書きみたいなもので書かれてはいるんですけれども、じゃあどういう戦をしたのかというようなことは、やはりあまりはっきりとは分かっていないということがございます。ただ、死んだという点ではですね、勘助、そして今までの勘助ですね、ともに、一致しているということなので、まあ、おそらくこれはまあ、認めてよかろうというふうに思われます。でそれ先ほど言ったように、ここで勘助が戦に登場するという流れも、今まで見てきた流れとしては当然あり得ることだということを、書き加えておりますけれども、じゃあちょっとどうやって勘助はここで死んだのかというのを、その古文書からちょっと離れてですね、一般的に語り継がれているような、内容を一応簡単にご説明したいと思います。で、まあ、その母体になっているのはやはり甲陽軍艦なんですけれども、武田川中島の合戦直前ですね、海津城の中で、上杉と戦をするかどうかという議論がなされていました。で、まずはですね、信玄は馬場民部之助と書いてありますけれども、まあ、馬場美濃の神と、後には言いますが、馬場と、信玄がまず、相談をしたと。でその中にですね、山本勘助も呼んできて、そして馬場と山本勘助、お前ら二人でよくよく話し合って明日の合戦の備え、まあ、どう戦うか、決めてくれというふうに信玄が命じたということになります。でそこで、山本勘助が言ったことには、まあ、有名な軍を二手に分かれて、一方は背後から敵を攻めましょうと、で一方で待ち構えましょうという、まあ、いわゆる、まあ、キツツキの戦法というふうにも言われるような合戦のやり方を、
まあ、勘助が申し上げましたということが書かれています。ですのでこの紅葉軍艦を見る限りではその勘助一人のその作戦だったわけではないということですね。馬場信春という人物と勘助が相談をして、まあ、その結果じゃあキツツキにしましょうと、まあ、口に出していったのは勘助ですけれども、この紅葉軍艦を見る限り、その馬場と勘助2人が、考えたというふうにも、読むことができる内容になっています。で、この結果ですね、この作戦に従って、まあ、戦をしたということになるんですけれども、9月10日ですね。で、その作戦が成功したか失敗したかというと、まあ、有名なところで失敗に終わったということになります。で、武田は、最初苦戦を強いられるという、これもまあよく、有名なことかと思いますけれども、その状況を、次に、出しましたけれども、その他9頭はことごとく配分して、塚間広瀬の渡りまで、追い打ちに打たれ、太郎慶喜をはじめ、死さりたまうことに天球本討ち死に、諸住文後の神討ち死に、旗本足軽大将両人は山本勘助入道同期討ち死に、恥家の源五郎ら討ち死にと、書いてあります。まあ、ほとんどの信玄の部隊が上杉に敗れて、その間に、信玄の弟の信繁ですとか重臣の、室住虎光ですとか、そして、足軽大将の山本勘助、旗本の恥家の、こういった人物たちが討ち死にをしたということで、書かれております。で、今、言いましたように、信繁は弟ですから一門ですね、武田一門、諸住は重臣に加わります。で、勘助は紅葉軍艦の中では足軽大将で、恥家のが旗本という順番で記されている。まあ、これはほぼ当時の武田 その家臣としての序列そのまま当てはまっておりまして、山本勘助は、まあ、討ち死にしたものの中ではですね、一門の信繁、そして重臣の諸住に次ぐ、地位にあったと。で、そして旗本、信玄直属の家臣ともいえる旗本よりは上に位置する、そのぐらいのレベルにある、存在だったということで、まあ、下に書きました通り、どうやって戦ったのかとか、どのような討ち死にを遂げたのかっていうのは紅葉軍艦には書いてないんですけれども、勘助の死んだ時の勘助の立場というのは、かなり正確なところがあるんじゃないかというふうにも考えております。じゃあ、よく言われるその作戦の失敗を恥じて敵に切り込んで死んだというような、よくよくあるドラマみたいなお話はどういうところから出てきたかというと、これは紅葉軍艦とはまた別の書物から出てきたもので、光悦新戦録というものがあります。これはもう江戸時代のかなり後ろの方に成立した書物で、まあ、光悦新ですから甲斐越後信濃、この三国の戦の記録ということですね。信濃で作られた、信州で作られた、書物になりますけれども、ここでですね、その勘助の詳しい戦の、様子が、書かれてくるということになります。で、まあ、細かくは言いませんけれども、その作戦が失敗して、味方が苦戦しているということを、まあ、非常に、自分を責めて敵陣へ切り込んだと。で、それで、まあ、激しく戦ったけれども、まあ、最後はついに、討ち死にをしてしまったと。で、まあ、討ち死にをした場所がその、泥木明神という場所だったというようなこととか、あと首を、まあ、討ち死にして首を切られたんだけれども、家臣が勘助の家来が首を敵から奪い返してきたと。で、ただ血まみれ泥だらけで、たくさん多分首を持ってきたみたいですね。で、どれが本当の勘助の首か見分けがつかないということで、
勘助の首から下の死体とその首を、何個かこうつなぎ合わせてどれが正しいのかと、まあ、パズルのようなことをやってようやくですね、勘助の首を見つけて、近くの川の、たもとに埋葬したと。でこれが、まあ、長野では金勝までは今でもあるんですけれども同愛橋とか同愛橋と言われている、場所として伝えられていると。まあ、その後ですね勘助は別の場所にお墓が移されたということが書かれてまして、で、まあ、どこまで信用していいかというのは何とも言いようがないんですけれども、ただこの記録自体は川中島ご当地ですね、ご当地にいろいろ残っている伝承なんかを元にして書かれたというもので、まあそんなわけねえじゃんと言ってしまえば簡単に言ってしまうこともできるんですけれども、まあさりとて地元に伝わっていたお話ということでそんなに無下にもできないだろうと。でしかもですね一番下に書きましたけれども、実はその勘助の子孫最終的にその真下家所蔵文書とか沼津山本家文書を持っていた勘助の子孫を称するお家が高崎藩の藩士にいたんですけれども、この山本氏がですね、川中島のこのお墓をですね訪れたという記録は確かにありますので、まあここでこういう死に方をしたというのが、まあ、家でも、まあ、そういうふうに認めていたということで、まあ、少なくとも伝えられていたんだろうということになります。で、どうですか、ね、皆さん川中島とかはには足を運ばれたことはございますでしょうか。今もいろいろその、まあ、信玄と謙信の一騎打ちの銅像とかいろいろな、史跡が残っておりますけれども、まあ、ちょっとその勘助関係で紹介しますと、この川に挟まれた三角のところがまあ大体、川中島と呼んでますけれども、まあ、海津城が下の方にありまして、謙信が陣を置いた西条山で、謙信がその密かに渡ったと言われている雨の宮の渡しで、その一番激しい戦があったという八幡原で、勘助が死んだと言われている、まあ、それで勘助を祀ったという勘助宮、そして勘助を埋葬したという土合橋で、その埋葬地からお墓を移したというのがその川の向こうの芝阿弥陀堂というところ、まあ、この辺が勘助についての、まあ、川中島の史跡になろうかと思います。で勘助宮はもう今は何も新しい碑だけが残っていて、遺跡らしいものは残ってない、スポーツ公園みたいになっていて残ってませんけれども、土合橋というのはこのちっちゃい石の橋がそれだというふうに伝わっております。これは長野インターチェンジを出て、釜飯屋ですかね、釜飯屋さんのドライブインがあるところの本当に近くにありますけれども、そして今の勘助のお墓は、こちら阿弥陀堂と言われているところの近くに、まあ、非常に立派な形で残されております。まあ、これはぜひ勘助のゆかりの、まあ、信州の勘助のゆかりの地ということで、まあ、まだ行ったことがないという方がいらっしゃるらぜひ一度はおいでになってみてはと思います。ちょっと話がそれましたけれども、当にもかくにも、永禄4年の川中島の合戦で、山本勘助は討ち死にをしたということは、まあ、これはまあいい間違いなかろうと。ではその後山本勘助の家はどうなったのか、子供はいたのかいないのか、その辺もはっきりとはわからないところが多かったんですけれども、これもやはり真下家所蔵文書ですとか沼津山本家文書によって、どういう子孫後継者がいたのかというのが、分かってまいりました。で2人ですね、この山本家の文書を見る限りですね、沼津の文書を見る限り、2人いたということが分かりました。で、その沼津の山本家文書に伝わっている、まあ、系図とかがこちらになりますけれども、
こういったもので見ていくと2人後継者がいまして、1人目は山本十左衛門の丞という人物で、この人は実は勘助 の、 実の子供ではなくて、武田の家臣で相葉越前守という人物がいて、この人の子供が勘助の養子となったということが、これはですね、沼津の山本家の文書だけではなくて、甲斐 の、 地元の江戸時代に作られた、編纂された歴史書である開国史という、書物にも載っているということで、まあ、非常に、信頼性が高いんじゃないかと思います。で、相葉越前守というのは、まあ、山梨県の今の中央市というところですねに、地業地を持っていて、1565年頃までに死去していたということで、まあ、十左衛門の丞のお父さんとしては年代的にも、まあ、合致するだろうということで、まあ、蓋然性は高かろうと思われます。でもう一人、が、やはり同じ山本勘助を名乗った、ですのでここでは2代目ということで、書いておきましたけれども、これは実の子だったというふうに考えられている子供がいます。でこの子は天文22年に、実の子として生まれて、勘助が初代の勘助が死んだ時にはまだ9歳という、まあ、幼少だったために、上の養子である丸一の十左衛門の丞が、まあ、後見役を務めて、山本家の、まあ、家督を代行していたと考えられています。で永禄11年に信玄からですね、お前は勘助と名乗れと、元服の暁には勘助と名乗れというふうに命じられて、勘助と名乗ったというふうに伝えられています。でその2代目勘助が、武田氏から、出された古文書が真下家に一つ残っておりまして、それが、写真出しますけれども、こちらの古文書になります。で、これは先ほどのまでのは信玄の顔という、ね、サイン、信玄自らが書くサインがありましたけれども、ここは、朱印ですね、武田のあのハンコで有名な龍の朱印というのが押されたものです。で、具足ですとか兜と手貝のど輪、こういったものを来たる出陣、今度合戦のあった時には用意してきなさいよということを命じられています。持参すべしというですね。で年代は戊辰という干支が書いてありますけれども、これは永禄11年、初代山本勘助が川中島で討ち死にするのは永禄4年ですから7年後ですので、そこで山本勘助が出てくると、まあ、死んでないということになってしまいますので、これはおそらく2代目に出されたものと、見た方が良いだろうというふうに思っております。でこの2代目の勘助というのは、どういう働きをしたのかと言いますと、あまりちょっと分かっていることがまだやはり多くはなくてですね、古文書この1通だけだったので、まあ、ともかくもこの永禄11年に、勘助を名乗ったようだと、そしてこの時におそらく、今まで代行していた十左衛門から家督を譲り受けて、元服して家督を山本勘助の家督を継承したということが考えられます。ですので先ほどの古文書は、元服間もない頃に、2代目の勘助が、まあ、初めて武田にその、まあ、奉公を始めたという古文書である可能性もあろうかと思います。ただその後のこの2代目勘助の足跡というのはあまりよく分かってなくて、天正3年、1575年ですね、長篠の合戦で討ち死にをしたということぐらいが、書かれている程度で、ちょっと他の内容がよく分かっておりません。ただこの沼津の由緒などで書かれている2代目の勘助も、長篠合戦で討ち死にをしたということは、これは甲陽軍艦などで出てくる山本勘助の子息、などとも、一致しております。甲陽軍艦でも、山本勘助の、まあ、子息も若く壮来ども、
2,3 度良きこと将来津波、去年長篠にて打ち死になりというふうな一節が書かれているところがありまして、この2代目の勘助が、長篠で打ち死にをしたということも、これも、間違いのないところだろうというふうに思われます。じゃあその後2代目の勘助が亡くなった後、どうなったかということが次に問題になりますが、もう一人の、人物がいました。一番最初に出てきたその養子の十左衛門の長という人物です。でこの人物は、先ほど言ったように2代目が元服するまでの間、まあ、家督の代行、当時の言葉でいうところの人代という地位にいて、一応、一旦、元服後に家督は譲るんですけれども、その後すぐ二代目が討ち死にをしたということで、結局のところまた、巡り巡ってこの山本十左衛門城に山本家の家督というものが巡ってきたということが考えられております。でそれを示すのが、次の、真下家に残る古文書になります。これはその軍役という、戦の時はお前さんは兵士を何人連れてきなさいよということを書いた古文書になります。こんなものです。で、一番上には先ほど出てきた龍の朱印がやはり押されていまして、まあ、軍役の次第と書かれていて、次にその 何を何人連れてこいという規定がなされます。まず鉄砲一丁で、まあ、鉄砲一つ持ってくるだけじゃなくて鉄砲一丁持った兵士ですね、を用意しなさいということです。で次に持ち槍、槍です。ちょっと短い槍ですね。これは一本持った兵士を一人と。次に長い、3メートルも4メートルもあるような長い、槍、これを2本で2人ですね。そして小旗、旗差し物を持つ、人、一人とということで、トータル、まあ、5人ですね。で自分も含めて、まあ、6人ということになるでしょうか。そして、宛先が山本十左衛門の城殿ということになっております。でこれは年号がちょっと書いてないんですけれども、天正4年、長篠の合戦の次の年に出されたものということが確認されています。でこの古文書がですね、なんでその家督を継いだということになるのかといいますと、この古文書実はいろんな人に出されました。山本十左衛門の城以外にも武田の家臣いろんな人に出されました。なぜかというと長篠で多くの家臣が討ち死にをしたと。で討ち死にをした家臣の後を継ぐ人が当然、いれば継がせなきゃいけないと。で継がせたらお前は今まで通りお前のお父っつぁんの知行地を今まで通りあげるよ、あるいは、お前の父さんのや働きに報いてちょっと上乗せしてあげるよ、まあ、それはいろいろあるかと思いますけれども、とにもかくにもこの時たくさんの武田の家臣が家を継いだということです。で家を継いだら、まずお給料の額を決めて、でお給料の額に応じた軍役、兵士何人連れてこいっていうのを決める、作業が必要になった。その古文書が、先ほど見ていただいたこの古文書ということになりますので、山本十左衛門城がこの古文書をもらったということは、山本十左衛門城がこの時に山本の家を継いだ。で継いだということは誰か死んだということですね。誰か死んだと、長篠で誰か死んだ、それは誰かというと、まあ、2代目の勘助だったということになろうかと思います。で、山本十左衛門城が山本勘助の家を継いで、兵士 5人も連れてこいと命じられたと、今つらつら言ったようなことを今出してますけれども、で、この兵士5人っていうのは、当時の武田の家臣の規模でいうと大体地行だか100貫前後、それを大きく超えることはないだろうということが、まあ、分かっています。まあ、ですので、一番最初にその勘助が初代勘助がもらった100貫がそのまま
受け継がれていると考えてほぼよろしいのではないかと考えております。で、この十左衛門尉というのは武田氏が滅亡する寸前直後に出された古文書を見ますと信玄直参集ということで信玄に直々に仕える家臣の一人ということで地位を得ていたということが分かりますのでやはりそれなりの地位を勘助が亡くなった後も保持していたということになろうかと思います。そしてちょっと最後になりますけれども改めてこの新しい資料からどういうことが見えてきたんだろうかということをですねちょっと最後おさらいをしておきたいと思います。であとその後どうなったかということも若干ちょっと触れさせていただきたいと思いますけれどもまず初代の山本勘助が果たした役割というものはどうだったんだろうかということを見ますと最初に出てきたのは本当にピンチに陥っていた稲軍ですね信濃稲軍の支配を安定化させる確保するという役割を担ったとでこれは先ほど言ったように忠臣比類なしと言われて百貫門もの恩賞を与えられるという大変大きな働きだったということになります。でそしてもう一つは市川氏との交渉これは市川家文書になりますけれども先ほど言ったように援軍が派遣できなかったと失敗をしてしまったことに対して謝るとともにでも武田についていてねというお願いをする大変重要な交渉だったということは先ほどご説明した通りです。でもう一つは上杉軍に備えた軍事行動の検討先ほどの古文書でいうとその小山田とか真田といった、重臣たちと一緒に、東条城の周辺を守る、まあ、上杉と本当に、最前線で対峙をするという、役割を、担ったというそんなような働きが考えられてきました。でこういった働きというのはですね結果から言うと武田氏の信濃の計略信濃へ領土を広めるというそういう過程において大変どれも大変重要な職務であったということが言えようかと思います。でこういう職務を務めることができる人物というのはやはり当然ですけれども信玄に信頼された家臣でなければ到底全うはできないものになりますのでやはり、山本勘助と、新しい資料で分かった山本勘助という人物はやはり、一番最初に出てきたその一部卒のような軽輩の、侍ではなくて、しっかりとした身分を持った、信玄も、非常に信頼する人物の一人だったんだろうということが言えるんだろうと思います。でただ所領の規模についてなんですけれども、百貫門という、額が最終的にも子孫にも引き継がれていたということを先ほどご説明しましたけれども実は公用軍艦ですね先ほど何回か出てきた公用軍艦の中では最終的にトータルで800貫ぐらいもらった計算になっているんです。ですので8分の1ということになってしまうんですけれどもただ当時の武田他の確実な資料から伺われる武田の家臣 の所領の規模っていうのは大体100貫前後っていうのが多かったと800貫というともう重臣といってももうなんて言う 城一つ持つとかそれぐらいの規模の人でないと、800貫という規模にはならないですので、勘助の場合は、そこまでは行ってないにせよ、武田の家臣としては別に とてつもなく多くもなくかといってそんなに礼遇を受けてたわけでもなく、武田の家臣として、普通にというとなんかあれですけれども、しっかりと、した待遇は得ていたと
ということは一応申しておきたいと思います。でもう一つはですね、上に出てきたような主に信濃の国を中心とした勘助の働きというのはどれを見ても、軍事面の働きですね、ほとんどが戦働きになります。で、どうも、その武田の甲斐の国の中のとか、信濃の、松本のとかそういう、内政ですね、政治的に、関与したという形跡がどうも見られないと、いうことになります。ひたすら、軍事一辺倒ということになります。これも、そのよく言われるところの三州浪人というね、三河の国の浪人として召し抱えられた、しかももともとその、兵法とか築城に精通したという人物だったと言われてますので、そういう他国から腕を買われて召し抱えられた家臣としてはやはり、軍事面中心というのはしかるべき働きぶりなんだろうなというふうに考えております。で、三河の関わりでいうと、関心の皆さんと深いところかと駿河か三河かとかいうことになりますけれども、新しくその沼津の山本家とかの文字を見てもやはり三河出身ということは書かれてますので、昔の言い方でいう本国という言い方があるんですけれども、これは生まれた国とはまた別ということもありえるんです。生まれた国がどこであれ、その自分の、本拠地というか出身根本の土地、そこはどこかというと、おそらく三河でいいんだろうということは考えております。ただ生まれた場所がどこかというと、またそれは例えば駿河で生まれても本国は三河という場合もあり得ますので、それはまだどこかというのは十分には分かりませんけれども、少なくとも本国三河というのはいいんじゃないかと思います。でこれは愛知県史を今編纂していると聞いてますけれども、そういった調査の中で、三河の国関係の、例えば高野山の、に眠る、供養帳とか過去帳とかそういうものがあります。で、山梨県は山梨県史とか、あと武田の研究者の方がほぼ高野山の山梨県関係の資料をめくり終わっていて、ただそこの中にはやはり山本勘助は出てきませんでした。他の家臣はね、他の武田の家臣は出てきますけど、勘助は出てきませんでしたので、もし出てくるとすれば三河の国関係の資料になるんじゃないかと思っております。で当時の高野山っていうのは国ごと大名ごとにその旦那場っていうのがあって、山梨の場合ですと甲斐の国の場合、武田の場合は高野山の政経院、今でいうところの政経院という、寺院と、あと寺廟院という2つの寺院、ここが甲斐の国の人を受け入れる場所だったんですけども、三河は、大徳院でしたかね、ちょっと、うる覚えですけども、三河には三河で、受け入れる、高野山で受け入れる場所がありましたので、そういったところの、資料をこう、調査されてるかされてないかもちょっと私分かんないんですけども、もし今後は新たに調査をするようなことがあれば、そこに山本勘助、勘助本人でなくても勘助の一族に関わるような、人の名前が出てくるという可能性があるんじゃないかと思っておりまして、ちょっと私が調査をするわけにもいかないかと思うんですけども、愛知県史とか、そういう地元 のご研究にちょっと私も、期待をしたいなというふうに考えております。で、ちょっと時間がなくなってまいりましたけども、最後にそのもう一度、この新しい古文書で見えてきた勘助の後継者というのは誰かというと、二代目の勘助という人と十左衛門尉という人物がいたと。で最終的には、十左衛門尉が、一応この家を継承して、武田の滅亡まで仕えて、その後は徳川家康に仕えたということになっております。
で、これが徳川家康にもらった、山本十左衛門城が徳川家康にもらった、古文書の一つですね。で本領、宗田の号、宗田号がありまして、これがあのと山本家の、会における、根本の所領だったというふうに考えております。宗田号というのは、先ほどちょっと鈴木先生からも、ちょっとご説明ありましたけれども、山梨県の北杜市、明野町というところにあったのではないかというふうに考えられます。で天正11年、武田が滅亡したのは10年ですので、その翌年に出されたもので、福徳と書いてあるのが徳川の主因と言われております。で山本十左衛門城に出された。で、この江戸時代の山本家、まあ、あの三河ではなくてこの、新しく出てきた資料を持っていた家ということになるんですけれども、この家はどういう、歴史をたどっていったかということを最後の最後に申しますと、最初旗本、あの徳川幕府の旗本という立場で、いましたけれども、まあ、最終的には先ほど言ったように、高崎藩に仕えて明治を迎えます、まあ、ですので、今真下家というところが群馬県に残っているのも高崎藩の時に、何らかの事情で古文書をちょっと一部手放しちゃったんじゃないかというふうに考えております。ちょっとあの最後雑白になりましたけれども、以上で私の方のお話は、終わらせていただきたいと思います。あと、今お話をしたような内容はですね、先ほどちょっと紹介してもらいましたけれども、山本勘助の実像を探るという、本を昨年出版させていただきまして、まあ、ここに今日お話しした大筋のことが、書かれておりますので、まあ、ぜひあの図書館か、まあ、できれば買っていただくとあのありがたいんですけど、お手に取っていただければと思います。じゃあすいません、時間になりましたので以上です。それでは皆さん、もう一度感動の大きな拍手を送ってください。